まともに電気を供給しないボロボロの電線、下水があふれ水浸しになる道路、悪臭や病気の原因となっている回収されないゴミの山、未だに瓦礫が山のように積んである学校の校庭、インフラ整備が全く行き届いていない現状にイラクの民衆たちは困り果て、そして怒っています。ランプに頼って生活をしています。水道も石油も何もありません。この季節には石油などの燃料はどうしているのですか。自分で買わなければなりません。こちらに出てきた7年前まではあなたは土地持ち、農作物を終えて財産もありましたよね。当時と比べて今の状態はどうですか。当時と今では比べようもありませんよ。以前は良い生活をしていましたが、今は何もないのです。イラクではそういう、そういう資本主義体制に抑圧されている、その中で、もう一つさらにそういう、宗派主義であるとか民族主義、というものによって、抑圧され被害を受けているという面があります。そしてですね、そのイラクの国営の南部石油会社と外国企業との間での、共同の事業がされているというように、思わされていますが、実際問題はその経営陣は外国企業のために働いている。だから全て イラクの石油労働者の利益に反するそういう決定というものは、実質上外国の企業によって石油会社によって決められています。イラクはですね、シリアと同じような状況があってですね、その中東地域におけるそういう諸勢力のですね、その対立の、その対立の舞台になっています。で、一方にはトルコ、カタール、サウジアラビアというそういう分勢力があり、で それに対抗するもう一方の勢力はイラン、ロシア、そしてイラン、ロシアが支持をしているアサド政権とマリキ政権がある、そういう構図になっています。